仲良くなれるよう頑張ります。水泳授業の自由時間とも彼らは最悪の不良品。実は私さ、ポイントを使いすぎちゃってマジで金欠なんだよね。でもさ、ねえ。はい、私も賛成。平田くん久しぶりかな。てか堀北さん生きてたんだ。夏休みになってから全然顔見ないし。軽井沢系。あ、そうですか。行こう平田くん。堀北さん私たちと話したくなさそうだし。マジ超感動なんだけど。ほんとすごい景色だね。でもあれはさすがに。あのさ、我慢できない子がいるからって話をしてんの。ポイントで購入可能なものには普通のトイレもあるね。え、そっか、他のクラスに見られたら。 A クラスのポイント変動が94だ。そっか。串田さんたちが慰めてるけど。あんたたちなんかに頼まない。平田くんは手伝ってくれるよ。誰がこんなことをしたわけ。うちらのクラスに裏切り者がいるってこと。火事なんて起こすんだから。それってもしかして。僕は悪くないのに。